2020年まで使われた旧施設東広島市立美術館は、広島県東広島市にある市立の美術館である。1979年、旧黒瀬町出身の大久保広市から建物の寄贈を受けて、八本松南に開館。広島県内では、広島県立美術館、広島美術館に次いで3番目に古く、市立美術館としては最古である。 開館当初は1階建てであったが、後に、大久保博士の夫人である大久保藤子からの寄付をもとに2階の増築を行った。2020年11月、旧館の老朽化に伴い、最上駅前に新築移転。旧館と比較して、展示面積が2.5倍に拡大された。コレクションの半数以上は、国内の近現代版画で、その他に、 中国地方の現代陶芸作家や、地域ゆかりの作家の作品を所蔵している。年2から3回の所蔵作品展示のほか、企画展示として、夏には、現代絵本作家原画展冬には、現代の造形ライフアートを開催している。宗方志向、池田マスオ、吉原英雄、草間弥生、清宮直文、小野忠重。 川上澄夫、恩智幸四郎、小田和馬、吉田博川瀬智恵水、水田文明、荒川修作、林間、小林恵成、前川千穂、平塚う一、川西英東岡崎き、柿手春蔵、小早川厚史郎、中田秀利、南波平人、日体奈美、和夫伊勢崎厚志、森東学、三輪の旧説、金重光介、 今井正幸、木村義夫党内は20人以上の団体料金。ありがとうございます。